おはようございます。ティラット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。新春4月収録実はですね、3月の中旬から収録してませんでした。これつまりどういうことかというと、編集も収録もしていないっていう期間が2週間ぐらいあったわけですよ。2週間も収録も編集もしてなかったからさ、久しぶりだわな、収録は。まあこの後ね、地獄の編集が待ってるんですけどでね、3月はいろいろありましたね。今上げてる頃にはどうなってるのかわかんないけど、まあリアル結構いろいろありますからね。でですね、まあ3月、じゃあ簡単なこと言うと、じゃあ明るい話題をしようかな。たまにはとにかく明るいティラになってほしいもんね。みんな介護福祉士受かりました。えい。介護福祉士っていうのはやっぱね、介護士にとってね、まず目指す目標みたいなとこありますから、介護福祉受かりました。その中の問題に一つにあってね、話を聞くときの態度について、なんか適切なものを答えよっていうのがあったんです、問題に。そのうちの一つの選択肢を解説します。腕組みをしながら聞く皆様は、ワンの頃にこんなパーティー見たことありませんなんか強い脳筋みたいなさ、ちょっと呪文も使えるし、アタック面最強みたいなね。今回はですね、あえて、マスターダブルスキャンは、なしで参ります。あえて今回はマスターダブルスキャンをせずに、個の力、もともとこいつだってマスターダブルスキャンしたら、まあ確かに破壊力とんでもなくなるんですけど、ちょっと個の力でね見せたいなと思って。まあそれだったら魔物使いレベル1でやった方がいいんだけど、まあそれはね、さすがにこんなモンスター見たことないですか。こんなチーム見たことない脳筋2体と、まあ呪文面賢さ162ってことで、まあ賢さ最強なわけですよね。まあまあ、よかったよかった。ワークマシンが止まらなくてよかったね。てか、相手もワンとしては脳筋、相手もなかなか脳筋なことになってるけどな。でね、で、真ん中に悪魔神がいるから、ちょっとなんか、いや、呪文も知ってるよ、みたいなね。そう。でもね、こういうパーティーはね、何がいいかってね、わかりやすい。すごいわかりやすいの。体勢がよくわかってない試合あるじゃないですか。まあ、もうまた初めて触れる人やったら、誰もが通る道なんだけど、体勢が分かんないってあるじゃん。そういう人たちもとりあえずさ、安定したアタック打点にはなるじゃん。分かってる人にはもちろんこれね、ライアンとかで対策されるんですけど、それでもさ、この破壊力は魅力的だよねって話。分かってても、自分みたいに分かってて、ギアニスボソロンちょっとなって思ってても、まあ、破壊力は魅力的だからね、スマッシュブラザーズのリトルマックみたいな感じかすな。そう、スマブラのリトルマックもそんな感じかな、なんか。分かってたらさ、対策はできるかもしんないけど、破壊力は魅力的なキャラって考えたらリドルマックみたいなことなのかな。結構ピーキーピーキーだな、随分それだと。さあ、悪魔神官のベギラマがね、160、まあ、ウォンバスの称号上がってるから、それでも200ぐらいなんですよね。やったら呪文を封じられる義眼です。クム職がクム職だったらバイキュートは封じられてたね。さあ、行くか。ああ、投げ払っていく。まあでも、破壊力は魅力的だわ。うん、わかりやすいもん。やることはわかりやすいからね。おう、そう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 。ベギラマー行ってこい。まあ、要するにこれは何をしてるかというと、ワンの時代に僕を見たことあるんですよ。これ。このチーム。チーム丸ごと。このチーム丸ごと見たことありますわ。でも分かりやすいし、まあ、強いと言えば強いんじゃないかなっていう。大魔王を攻略するんだったら強いと思う、普通に。突進してきまーす。行くぜ。ほらほらほらただね、なんか雑なんだよな。いやー、ボーナス来ちゃったか。ボーナス来ちゃったかー。ボーナスステージ突入でございます。おいおい、出てきたぞ、なんか。なんか出てきたぞ。メタル3体だけど超ボーナスステージ降臨。どんなチームでも勝てるわ、こんなもん。まあね、メタルチームもね、DLC 入ったら本当に実現が可能になりましたね。これ以上のパーティーを組むこともね、できるようになりましたわ。さらっと数コンクだったんで。さあ、問題はこの逃げ出したのせいで、打点が減るね、だいぶ。だいぶ減るね。どんぐらい食らうの？にゃーあ、でもそんなんなんだ。メタルキングが弱すぎる。素だとメタルキングこんな弱いのね。モンマスの称号でなんか力がいっぱい上がってるからさ、メタルキングで大体。もっと強いイメージあるけど、そうでもないんだな。さあ、いけ！強烈だー！ブンマス！悪い！命中率悪い！まあ、命中率悪いんだよね。この、ボストロールや、ギガンテスの、
このなぎはらう系とは、まあ、めっちゃ悪い技では知ってますが。さあ、行きます、こいつも。行くぞ、ダブルアタック。てか、みんなコンボ持ちモンスターなのに、悪魔の鉄槌できないんだよな、こいつら。一見なんかさ、全員コンボ持ってんのにさ、悪魔の鉄槌できないのも悲しいよな。できたらよかったのにね。そうそう。基本的になんかコンボ系3つで悪魔の鉄槌とかそういうのでさ、必殺ができたら、わりかしこのチームまだいけたのかなって思います。まあ、ただね、打てたところでどうにかなるわけでもないような気がするんですけどね。魔王戦突入だね。よかったよかった。さあ、魔王戦って、ってかさ、知らない相手と対面しようとしてない。ワンの時代にいないやつと対面すんなって。なんかどっかのボーンファイターの時もそうだったけどさ、あの、ワンの時代に知らない相手と対面すんのって何なの？さあ、始まりましたよ。ワンの時代に知らない相手と対面する。もうディギアテスさん驚いてますよ。誰だこいつって。ラプソンと対峙したのわかるよ。バルボロスだもん。あれ？誰だこいつみたいな。でもね、割かし魔法攻略なら、本当にこのチームいけるんじゃないかなって思うんですよ。ワンの頃は、例えばワンの頃はですよ、どうしても HP を上げる手段がなく、だから脳筋みたいな HP も割かし還元されたんだよね。本当は。HP を上げる手段が少ないから、どうしても HP が少ないチームになり、なっちゃうんですよ。合体モンスターなしだと。そんな中で、あの、まとまった HP はあるから、だから一応還元はされたのかな。ただこれは結構食らうぞ。あー、おー、まあまあまあ、こんなもんか。もっと言う、1000ぐらいいくと思ってたわ。いけ！突進してきまーす！おりゃー魅力的だ。マスターダムースキャンしないで350だもんな。化け物だよな、やっぱり。いやー、多分もうお前ら思ってんだろう。なんだこのスペシャルカードみたいな。なんだこのスペシャルカード、俺たち知らないスペシャルカードだな、みたいになってんだろうな。2のスペシャルカード持ってきただけなんだけどさ、1の奴らにはさ、なんだこれみたいな。大丈夫かな、ジゴスパークとか。でもさ、3000なんだよ、HP。雑な3000の耐久は魅力的だよね。確かに普通のチームとかだと耐久低いやつがさ、魔王に狙い撃ちされて、まあね、危機に陥ることも結構あるけど、こいつらみんな耐久低いからね。悪魔進化ギガツボソル全員耐久低いもん。HP でなんとかしてるもん。そう考えたら別に3000って耐久はすごいのかも。モンスターマスターで雑に450上がってるだけなのにね。さあ、ベギラバは通らないと思いますが、ドン。あーでも300出んのすげえじゃん。マジか、すげえな。え、何もしてないんだよね。すごいね。魅力的だわ。さあ、ボストロールが最後残った。これ動く、現れる、ここで。あー、ちょっと待って、それきつい。ピロリは絶対期待できないからね、こいつら。痛いね。ここ決めないとちょっと怪しいよ。来たよ！痛恨の刺激を狙う、せーの！おー、そんなことはない。デルクローが決めてくれる、灼熱呪文、ベギーラマ、受けてみよ。よいしょ。よかった。なんか最悪負けまで見えてたぞ。負けてこのままエンドロール、ティロリロリロリンってラストコット。さあ、エルギオスですよ。多分。さあ、行きましょう。知らない相手と。さあ、知らない相手とご対面。白目でございます。でも、白目ならわりかしいけるべ、お前ら。なんだかんだろ、お前らいけるべ。白目だし。さっきのターンで、進化の秘宝を使って勇気貯めたのもでかくて、そうなると、かなり撃破が現実的になりました。ちょっと怖いのは怪しい瞳ですね、このターンの。このターンの怪しい瞳がちょっと問題でございますが。あ、断りから入る。それもね、結構危すぎる。ちょっと待って待って。待って、デルクロー！まさかのピロリ発生。まさかの悪魔進化ピロったぞ、お前。マジか、お前。でもこれね、耐性持ちだからな、こいつ。だー、おー、でもそれでも270ってのか。これはいける。いける。突進してきまーす。よいしょ。いいよ。いける。これは行ったべ。これは次のターン仕留めたべ。何も考えずに次に攻撃 SP 使って、後で詰めるだけで勝てると思うよ。勝てちゃうよ。まあ、勇気の調節が普通に、で、今回良かったのもあるけど、これ普通にギガデインしてもう終わりだぞ。あとだってギガンテスと悪魔進化が当てるだけだよ。簡単な話。デルクラとギガンツは決めるだけ。なんだったらボスここに決めたれ。さあ、当たればダイナミック2、この激戦の、はい、よいしょ、410、あ、やったー、いったー。もう勝ったじゃん。待って、それは待って。どうなんの ?1200 出たー、上から、ギガンテスの体勢の上から1200って言っていいの？ほらー。いや、破壊力が魅力的すぎだろ、これ。すげえ、いった。真っ白目だったしなー。
お前らには何簡単だったってか。まあそれはワンでみんなが作ってたチームだもんな。呼ばれるわけがないもんな。またなんか知らない SP 放ってるよ。またワンのモンスターたち知らない SP 放ってるよ。なんでこれ、なんでこの SP カードみたいな。行くぜ天下一戦覇王山っと。もうそれさ、もうスペシャルカード使ってんじゃって本当に助けに来てない。まさにスペシャルカードと同じで助けに来ているって感じだなこれ。知らない SP ばっかり飛んできてんじゃん。まあさあ、ワンと言ったらみたいな相手とちょっと戦いたいんですよ。ラプソーもそうですよ。ラプソーもそうだけど、毎回ラプソーちょっとあれなんで、こいつでしょ、来ていただきましょうよ。正直言うと荷が重い気がするけどね。さあ来ました、大魔王ゾーマとの対面談です。まあ知ってる間だね。おや、いつぞやの恩師よと。行くぞ、勝つぞゾーマに。いや、どうなんだろう。さあどうな感じなんだ。こっちからの打点は取れます。ギガンツとボスが打撃2つしか持ってないし、ゾーマ打撃弱点なんで、打点に関しては問題ないと思うんですよ。悪魔神官はベギラマしてもどうせ大したダメージじゃないんで、ダブルアタックも突進してもらいましょう。はい、いけコンボ、おら。いや、打撃弱点よ。打撃弱点するこんな出んのが。まあでもこれで400打点は出んじゃないかな。あ、そうだね、450か。いやー、いいね。問題は耐久面だね。あ、まあ最高キャノンになるのはありがたい。メラゾーマはここで引かなかったので、はい。さあ、誰狙われる？マヒルだろうけどな。よいしょ、なん、ギガンツ。でもギガンツなら大丈夫。おー、いいね。いいよ、いいよ、いいよ。さあ、突進してきます。ぶん殴る。よいしょー、いいよー。このターンどうする？悠長マジバ。悠長マジバします。このターンはマジックバリをすればダメージは一応受けません。ただ問題は、向こうがタメルを使うか場合ですね。タメルを使った場合、3ターン目の自己スパークで結局やられるみたいなことになってるんですけど、まあ、一回のマヒャトでそもそも結構食らうし、まあ、ここ食らわなくする意味はあるのかな。ターン目何貯めてんねん。くそ、後出しじゃんけんしやがったな、こいつ。おい、スペシャルカードのランス調整に後出しやめろや。お前絶対スペシャルカード見たから、あ、いや、ここは貯めておこう、みたいな。くそ、ここで死に SP なんか。ここ死に SP になっちゃうか。マジか。ベギラマはいい打点出ないよ。そうだな、220しか出ないのか。さあ、ここで、強烈なー、よいしょー、480打点、すごいな。ラストアルバしかしてないのに、この体、強い。さあ、通行の引きを狙いに行きましたなと。なぎはらでいいような気がします。よいしょ、よいしょ、よくやった。いいよ。とりあえず、とどめ放題で乗せるになってきた。さあ、このターン、自己スパークが怖いですね。サイコキャラは貯めるからだから、1000ぐらい行くのかな。まあ。さあ、とりあえず、打点は問題ない。行けよ、ご神官。こうして見ると悪魔神官とゾーマってなんかちょっとだけ似てるな。並べてみたらわかるよ。そうかって言われそうだけど。打点は取った、打点は取った。てかよくお前ら当てるね。なんかここら辺で一回外れたっていうのも結構。いやいや、それはやばいね。貯めるかの自爆爆弾やばいね。ああこんなくらいのやばいな。通常なのにこんなくらい。うわー、ここで外れていく。このターンは、いてやつく波動か、マヘド。いつかどうか、マヘド。さあ、マヘドでワンチャン死ぬかもしれない。そうだね、ワンチャンマヘドで死ぬな。ここで動く。おーっと、これはこのいては、勝ちだわ。マヘドでどうだったんだろう、マヘド。マヘドギリ耐えたかもしれないねっていうぐらいかな。ただ、これはね、一つで言うとね、モンスターマスターである点はちょっと今出てるな。モンスターマスターっていうのは、あの、称号による強化は結構馬鹿にできないものもあるからね。だから、450HP 増えるだけじゃなくさ、他のステータスも増えてるから、相対的に耐久が上がってんだよね、こいつらも。ちょっとモンスターマスターだからって考えたかな。でも称号でこんだけ強いんだ。すげえな。いや、まあ知ってる。いや、これは知ってるか。比較的知ってるのが来たな。おじいちゃん助けに来たよって。もうゾーマからしたらもうなんかもう誰やったっけこいつみたいな。もう孫の孫みたいなもんですからね、ゾーマからしたらこいつら。もう誰やったっけこいつみたいな。いやでも倒すな、やるじゃん。まあでも敵の行動も良かった、正直。うん。さあでも、ここ、お楽しみはこっからですよ。この少年時代のうち、僕の考えた最強のチームがね、通用するかなぁ。
来ました。まさかこいつらがここまでいけると思わなかったけどね。僕ももっと前に負けると思ってたけどね。いや、ようもやここまで来たか。いや、ようもやここまでこのチームがやってこられるとは思わなんだぞ。敵エルギオスの普通に負けんのかなみたいな。ただ勝ったからね。そしてゾーマも向こうにいて今ここにいるんだよ。僕の考えた最強のチームがここまでいるからね。よっしゃ、行け。お前らならやれる。見せてやれ。闇の衣を剥ぎ取っていく。さあ、こっからだぞ。こっからだぞ。少年馬だぞ。いや、でも、出来玉どうせ取んないから、もうダブルアタックしかないよね。打点は取ると思う。ちゃんとさっきみたいに打点は良かったから、耐久次第。死者の呼び声が怖すぎるね。そうすると。このターン、マヘとかしてるのよ。ゾーマーねー。もう、一品ブレもかなりね。うわ、ここは外しはでかいなー。呼び声かー。これきついなー。早速厳しくなってきたね。いや、この、一品プレイでもゾーマかなりね、俺ね、嫌な目に遭ってるからな。いえー、こんな食らうの？え、こんな食らう？マジ？え、こんな食らうの ?800 って。マジかよ。いや、やばいな、ギガンテス。え、早くも1ピル半分が削られたってことだもんな。やば。いや、さすがに少年チーム勝てねえんだ。これ、マヒャドの方が大丈夫だもんね。マヒャドの方が打点的には被害少なかったもんな。てか、よく止まんなかったら下の見声で。っていうことは、お前らは、諦めてないってことだね。オーケー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 、わかったよ。こいつらは諦めてないね。オーケーオーケー、俺も諦めない。2ターン目イテハとか3ターン目イテハもあるからね。普通にあり得るあり得る。全然あり得ない。俺が 1P プレイであんなに苦戦してたんだぞ、こいつに。なあ、光の玉なしで。そうそう、光の玉なしでな。光の玉なしでめっちゃ苦戦してたわ。光の玉ありだったら勝てると思うんだけどさ。光の玉なしあんだけ苦戦してたもんな。そうやすやすと突破させてくんないな、こいつ。今んとこ、何？もう怪しいもん。なんか怪しい。おー、でもしかしね、諦めてないんですよ、こいつら。それがこいつらのいいとこってことですかね。そうそう、それがこいつらのいいとこよ。諦めてないんだよね、まだ。諦めませんよ。諦めてない、諦めてない。まだいける、まだいける。なんかいける。いい鉄か、どう引きは。いい鉄か、どうがある。いい鉄か、どうがある、3ターン目。3ターン目、いい鉄か、どうがある。うん。俺ら頑張れ、頑張れ頑張れ、いけるいける、クラッシュ行こう。もうすく、ちなみに多分魔物使い時代だったら普通に負けてるな、これ。さあ、どうするどうするどうする。ここターン、いたか。おー、破滅の炎をやって、破滅の炎、え、全員ピロリがあります。せーの、にわー。全部最悪の行動パターン引いとるやんけ。わかりやすく死んだ、わかりやすく死んだわ。まあ所詮この程度やんな、しゃあないよ。